はい、皆さんこんにちは。タップダンサーの穴田秀明です。昨日ですね、バリカンを買いまして、人生8目でですね、自分でこうバリカンで剃ってみました。ガーって。で、後ろはやっぱね、ちょっと見えないんですよね。だからとりあえず脇だけ剃って、ちょっとずつちょっとずつやったら、ものすごく切りすぎちゃって、ここだけ何もなくなっちゃって、いう状況なんですけど、それは置いといて、はい、今日は、入門基礎レベルのコンビネーションをお伝えしたいなと思います。はい、今日はこのステップを解説していきたいなと思います。最初は右足からスタンプスタンプ、フラップ、フラップ、フラップ、続きますね。これを開いてスタンプスタンプ、引いて、せーの、はい、この時ね、スタンプスタンプスタンプと引く時ね、足を床から離さないでそのまま引けるといいですね。せーの、はい、そしたら反対のヒールからヒールヒール、この時もそう離さない、ブラッシュヒール、ヒール、この一連の動きをブロードウェイステップって言います。ブロードウェイステップで、リズムに関してはスイングしたりしなかったりしますけど、今回はスイングしてて、タタッタタッタタッタ。ちなみに僕はよくブロードウェイステップと佐々木ステップっていうのをちょっと使い分けてて、佐々木っていうのは佐々木隆吾先生がよく使っているステップとして、いう意味で使ってます。リスペクトしてる意味です、はい。で、順番としてフラップした足の反対からヒールヒール、プラスヒール、トーヒール、これはブロードウェイステップ。それに対してフラップした足からヒールディグ、これが佐々木ステップ。すみません、僕の勝手な解釈ですけど、はい、ブロードウェイステップと佐々木ステップね。ブロードウェイステップは佐々木ステップは動きとしては、ね、でも佐々木ステップの大きく見えるとすごくいいんですよね。ただ使い方の、利点としては、動きを伴う場合はここで一回ヒール下ろしちゃうとこの動きはできないんですよ。ブロードウェイステップの場合はこのヒールヒールがスタンプとなったり動きを使う場合もあって、この時は動きを伴えたりするので、その辺のちょっと使い方によって、どっちを使うのかっていうのがあってもいいかなと思います。で、今回はブロードウェイステップのヒール版と次が乗ってスタンプとホップっていうものを2つをあえて入れてるので、ここでその違いが出せればいいかなと思います。はい、こうなりますね。頭からつなげていきます。移動しないで打つのか、スタンプスタンプで移動するのかっていうところをあえてこう使い分けして動きの違いを見せてほしいなと思います。で、今終わりました。そしたらステップステップ、ブラッシュ、ホップ、ステップ、スカッフ、ホップ、ステップ、スカッフ、ホップ、ステップ、スカッフ、ずっと上に上がって、今回はホップを使ってます。最初の足を全部、ね、スタンプじゃなくてステップすると、ね、軽い動きになるので、覚え音にならないで上がってるような感じで、最後だけしっかり、ね、乗ってあげて回ります。スタンプスカフ、スタンプスカフ、リープリープ、でここでそのままもう一回、ね、回るときもそうなんですけど、軸になる足がかかとが降りちゃうとそこでもう回らなくなっちゃうので、頑張ってかかとを下ろさないで回転する。それを2回使います。タッ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 、最後ステップスタンプ、正面でポーズ。なので
ここ今だと左足がかかとを降りないでそのまま回ってる間に右足でトースト。これを2回続けます。どうしても、ね、バランス崩しちゃうとここで結構ヒールが落ちてしまって回りきれないっていうのなのでそこを頑張ってあのこうヒールアップをしてブレない軸をね作ってもらえたらなと思います。最後だけあのコースを取りたいので1回目はスタンプスカフ次も次1歩目スタンプで次の方向に向きます。で最後はステップ正面、ステップスタンプでポーズという動きにしたいなと思います。ちょっとじゃあ3エイト目やってみますね。タタ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 タトントンタタ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 、はい、ちょっと3エイト目後ろからやってみましょう。飛んで降りることをホップ。このホップとリープってすごくお茶になって、大体リズムが一緒で足が逆になっちゃうときはここが違うってことが本当に多いので、よくホップとリープの違いを確認しておいて、まあ、前の動画も同じように言えてますのでぜひ参考にしてもらえればなと思います。ちょっと早かったのかな。もちろん途中でリズムチェンジする場合もいっぱいありますけど、まずベースがどうなってるかっていうことと、スタートが、ね、裏から入るか表から入るかっていうところも気にしながら、その間隔ね、間が空くか空かないかって出てきますので、そういうところも明確にこうカウントが分かるといいかなと思います。ちょっとゆっくりカウントいきますね。依頼していただければ振り付けをするってことをしますけど、ここのねコンビネーションに関してはあの全然使用してもらって構わないです。著作権フリー、ね、そういうことをきっかけにあのいろんなこう、ね、タップの輪が広がればなと思ってますので、ぜひご活用ください。参考になれば幸いです。